1日3食パンでもいいというほどの大のパン好き、草川アナが出会った素敵なパンを紹介するコーナー。パンはパンでも美味しいパン。今回は地元食材を使った上質なパン、そしてワインに合うパンがたくさん並ぶこちらのお店です。やってきたのは札幌医科大学のすぐ近く、イタリア語で品質という意味の店名、クアリタ。こんにちは。こんにちは。おお、わあ、このシックで大人っぽい店内の雰囲気、木のぬくもりを感じるおしゃれな空間ですね。この並んでいるパン、どれも美味しそうなんですけど、まずデニッシュ、果物がたっぷり乗っていて、この余市りんごのカスタードデニッシュは自家製のカスタードクリームの甘さとりんごの甘酸っぱさがこうマッチしていてすごい美味しいんですよね。そしてこのクリームパンとあんパンなんですけど、焼き目がしっかりついていて見ているだけでツヤもあって美味しそう。並ぶパン全てに焼き色がしっかりついているのもこのお店の特徴の一つ。素材にこだわり、小麦をはじめ使用する食材のほとんどが十勝産なんです。十勝産の小麦を使っているお店結構多いと思うんですけど、はい、その十勝の小麦の良さってどんなところですか？私が感じるのは、味が強く、香りも強く、しっかりと、弾力のあるパンが焼けます。そんな十勝小麦を使用した今回の草川アナおすすめのパンが、ベーコンチーズエピ。可愛らしい形なんですけど、エピってフランス語で麦の穂っていう意味なんですよね。うん、カリカリ、歯ごたえがいいね。弾力があって、噛めば噛むほどこのパンの旨味も出てきますし、なんかこうがっつり味付けっていうよりはこのベーコンのうまさとチーズの濃厚さでしっかり味わいがあって美味しいです。これワインに合います。赤ワイン、ものすごく美味しいです。十勝小麦にこだわったクアリタ、他のお店ではあまり使わないこんな小麦も。あまり聞きなじみのない小麦粉があるって聞いたんですけど、はい、スペルト小麦になります。スペルト小麦、はい、こちら古代麦と呼ばれておりまして、9000年前から作られている小麦の一種になります。それは9000年前から変わっていないんですか？そうですね、スペルト小麦っていうものはそうなんですよね、はい、パンにした時にナッツの香りのような独特な強い香ばしい香りがあり、野生感のある、力強いパンが焼けます。そんな古代から続くロマンあるスペルト小麦を使用したパンが、モッツァレラフランス。店長おすすめの一品です。小麦感じる、美味しい。一口食べた時に鼻から入ってくる香りと食べて口の中に広がる小麦粉の旨味、ワイルドさがあるって言ったらいいのかな、すごいダイレクトに伝わってきます。チーズのコクも感じて大人な味わい。そんなに昔からある小麦を今この令和になって食べて歴史を感じる一口で、あ、パン好きでよかったなって思う一口になりました。